皆様こんばんは。 Hello everyone、 犬神マリアです。釣りが大好きな高校生の男の子のりむらくんが怪しい魚に噛まれたところからのスタートとなります。明日は夏祭りに行くみたいなので、屋台とか花火とか夏って感じがしてすごい好きなんですよね。ここからですね、海面で数秒暴れたが無事にごぼう抜きにする。いってしまった。そう、ここで噛まれたんですよ。手元に引き上げた時に魚が暴れて腕を噛まれてしまった。ゾンビかなとか思ったんですけど、あ、何かよくわからない魚だったが、腕を振り払ったと同時に針が外れたらしい。海に逃げられてしまった。くそ、最後についてないな。ささっと海水で傷口を洗い、じわっと出血しているもののすぐに止まりそうなことを確認して一人ごちる。ごちる、ごちる、一人で独り言を言うみたいなことかな。最後の最後で飛んだ暇をやらかしてしまったが、今日の釣果は久々の大漁だ。文句はないね。えめちゃくちゃ釣れましたからね。帰るか。ちょっとがっかりしてるな。あ、クーラーボックスが重たい。だがこれは幸せの重みなのだ。すごいね、そんだけ釣った魚どうするんだろう。家に着いたら下処理だけしてグリルで焼いて食べよう。もうフライパンは使わないんですねでもいいよね、新鮮な魚が食べれるって。ふう、お腹いっぱいだ。やはり魚はグリルで焼くべきなのだ。決してフライパンで焼いてはいけない。フライパンで焼いても美味しく食べられる魚料理があれば教えてほしいものだ。私教えるよ。あ、疲れたな。帰宅後は魚をさばいて冷凍し、晩ご飯にアジを食べようと塩を振ってから風呂に入って先ほど食べ終わったところだ。アジの刺身と塩焼きのセットを白い米で食べるという至福の時を過ごしてしまった。あ、めっちゃ美味しそう。ちょっとお腹空いてきました。だがやはりクーラーボックスの重さからかものすごく疲れた。今日はいい夢を見れそうだ。さっさと寝て明日も精一杯遊ぼう。あれ、勉強は？おやすみなさい。さゆりちゃんに怒られちゃうよ。あれ、勉強は？って。さあ、起きたかな。朝か。おはようございます。あ、頭が痛い。寝起きに体が重く、俺の脳は体調が悪いと全力で訴えている。う、こんな感覚は久しぶりだな。だるい体と鈍痛がする頭、しばらく横になりながら体と頭が目覚めるのを待つ。頭がうまく働かない。今日が何日で何をする日だったのかすらよくわからない。え、やばくない？食あたりじゃない？ちゃんと火通さなかったんだよきっと。そもそもこんな感覚が久しぶりだったのかすら怪しいと思えてくる。昨日は快適だったろうか。もう何年もこんな目覚めを繰り返しているような気すらしてくる。やばいやばいやばい。いや、昨日は確かに釣りをして大漁だったはずだ。そう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 、そうだよ、いっぱい釣って、あ、魚に噛まれたからかな。今日は祭りがあるので見に行くかどうかと考えてきた気がする。まずは朝飯かな。あ、ご飯がね、お腹が減ってるんだったら大丈夫。体調が少し良くなったのか慣れたのか、体のだるさはあまり感じなくなってきた。早っ、復活早いですね。少し頭は痛むが、まあ許容範囲だ。さすがやっぱ高校2年生で若いからね、元気なんだよ。冷蔵庫を開け、下処理されたアジを手に取る。おー、塩を振って焼くだけになってるな。昨日の俺、グッジョブ。えらい。グリルに魚を入れて火をつける。弱火でじっくり焼くのがいい。焼いている間にきゅうりとトマトを野菜室から出して皿に置く。サラダの出来上がりだ。ちゃんと野菜も取ってる。もちろん切ったり盛ったりはしない。あれどういうこと？これは男の料理なのだ。トマト丸ごとみたいな。俺、野菜丸かじり。実に健康的である。米は冷凍庫からラップに包まれたものを出して茶碗に盛ってからレンジでチンする。うちのレンジは旧型なので、タイマーを回してスイッチが入ってから数秒は起動していながらにして温まらない仕様だ。壊れてない？それだから料理番組やレシピサイト等でレンジで3分のような表記は全く当てにならない。そもそもレンジで何分といった表記は何ワットで何分なのかまで記載してほしい。5分と書いていたから5分温めたら300ワットでちょうどいいものを1000ワットで温めて爆発したことがある。1000ワットはないよ。レンジの中がミンチまみれになってしまい、なかなか掃除が大変だったのだ。男の料理は大雑把なのだから仕方ない。
焼き上がった味を皿に乗せて醤油をかけ、解凍された米を食卓に乗せる。ポットで沸かしたお湯をインスタント味噌汁の素にかけ、健康的な食事が出来上がる。やっぱ日本人は魚だよな。いただきます。一度屋のミンチ爆発事件に思いを馳せつつ、美味しくいただく。いいね、和食大好きです。私もね、必ずお味噌汁と、白米じゃなくて玄米派ですけど、食事と片付けが終わり、今日の予定を考えることにしよう。特にしたいことがあるわけでもないが、家に引きこもっていても仕方がない。鈍痛のする頭もだいぶマシになったことだし、出かけることにする。どこに行くかな。お、カツオさゆりと遊びに駅前へ行く。郊外へ散歩に行く。街の方をぶらつく。これはもう夏祭りに行きたいので、駅前へ行きましょう。駅前にしよう。カツオとさゆりが遊んでいるはずだから、俺もご一緒させてもらおう。あいつらがデートらしいデートをするときは俺なんか誘ってこない。今日の祭りといっても規模の小さいものだから、俺がいても邪魔にはならないだろう。洗面所で顔を洗い、歯磨きをした後で軽くひげを剃る。え、高校生なのに。高校生でもひげが生えるのかな。親父ほどではないが、去年の暮れ頃からうっすらと産毛のようなひげが生えてくるようになったのだ。親父曰く、こいつがそのうち濃く硬くなって剛毛になり、伸びが良くなるらしい。正直ひげが似合う顔になるとは思えないし、面倒なので必要ないのだが仕方ない。自分用の電気シェーバーで軽く鼻の下を撫でる。顎のあたりはまだ生えてくる気配はないが、親父の遺伝子を考えるとそのうち生えてくるのだろう。短パンのポケットに財布とスマホを入れ、汗じみ対策に T シャツを重ね着してサンダルを履く。結構おしゃれに気を使ってる。あ、ね、ここまで身だしなみに気を使っているのに彼女ができない理由は何だろう。内面が原因とは思いたくない。いや、分かっている。顔だ。顔なのか、そうなのか。女受けする顔ではない。自分の顔の評価、ザ・平凡。平凡っていいですよ。今すごい、昔は高学歴、高収入、高身長の参考が有名だったけど、今はもう普通の人が一番いい。いたずらに自分を傷つけてもいいことはない。これからカツオとさゆりと遊ぶのだ。そうそう、カツオは明るく爽やかなイケメンで、さゆりという可愛い彼女もいるので少し卑屈になっていたらしい。楽しく遊ぶことが肝要だ。カツオの明るいイケメン具合に元気を分けてもらおう。そう、そうだよ。何でも明るくポジティブに行くのがいいと思う。駅前に来たが、どこにいるかな。特に二人と細かく待ち合わせをしたわけではない。スマホで連絡してもいいが、特に用事があって会うわけでもないので、ぶらつくことにするか。まあでもちっちゃいとこだから、多分見つかるんじゃない。あ、いたいた、のりむらくんいたよ。見つけてくれました。と、適当に駅ビルに入ろうとしたら、早速さゆりの声が耳に聞こえた。やあ、やあ、本屋の前でさゆりがカツオの腕を引っ張っている。なんか元気なくない？カツオくん。のりむらくんおはよう。ほらカツオ、挨拶くらいしなさいよ。ん？なんか目に色がない。なんだかカツオの元気がないな。ね、元気もらいに来たのに。てんてんてん。なんだかカツオの焦点が定まっていない。そもそも表情が暗いというか、何の表情もない。いつもの元気印のカツオにしては珍しい。もう、ほら、さゆりちゃんは可愛いね。ペシペシとカツオをはたいている。どうした？よう。一応喋ってくれた。蚊の鳴くような声で挨拶されてしまった。ひょうみたいな。お、どうした。カツオは一瞬で目があったものの、またうつろ目になってしまった。なあ、カツオはどうしたんだ。こういう時はさゆりに聞くに限る。ほらカツオ、しっかりしなさいよ。もう困ってる。ごめんね、今朝会ってからずっとこんな感じなの。どうしたのかしらね。さゆりちゃんでもわからないのか。そうなのか、変なものでも食ったのかな。自分も朝頭痛かったけどね。おいカツオ、ダメだぞ、拾い食いなんかしちゃ。そうだよ。道に落ちてるかりんとうでも食ったのか。ちょっと待って、ワンちゃんのあれってこと？それ食べてたらかなりやばいですね。反応がない。ダメだ、まるで反応がない。これくらいのことを言うといつもならツッコミの嵐なんだが。そうだよね、すごいめちゃくちゃ言ってくれそうなのに。重症だな。重症なのよ。本当にどうしたんだろう。
本当にどうしちゃったの？全くわからないな。なんか頭が痛いとかそんなんでもなさそうだしね。それから2時間ほどうろついて店を回ったり買い食いをしたが、カツオのテンションは変わらなかった。ずっとぼんやり、一体どうしたことか、元気を分けてもらいたかったのにな。というか、ずっと俺とさゆりで会話を盛り上げてカツオに元気をあげようとしていた。かなり疲れてしまった。あら、一体どうしたんや。もうカツオに話しかけることはせず、ほとんど俺とさゆりで会話をしている。カツオは置物みたいなものだ。そろそろ昼だな。どうしちゃったの、カツオくん。そうね、のりむらくんはこの後どうする？二人はどうするんだ？私たちはファーストフードでご飯を食べて、ちょっとゆっくりしたらお祭りに行くつもりだったんだけど。なるほどな、マクドナルドかな。実際その予定だったのだろうが、カツオのこのテンションが続くのであれば、かなり奇妙な空間になるだろう。きっと置物のようなカツオに向かって、ほぼ一方的にさゆりが話しかけるようになるか、精神的にきつそうだ。さゆりちゃん不安そうですね、やっぱり。ああ、さゆ不安そうにこっちを見てくる。おそらく俺にも加わってほしいのだろう。ああ、一緒に来てみたいな。そりゃこんな調子のカツオと二人っきりは辛そうだ。しかし俺も俺で加わると辛いだろう。親友のカツオと会話が弾まず、その彼女と会話してカツオに軽く返事を促す。ああ、なるほどね。この2時間ほどやってきたことだが、のれんに腕押し、ぬかに釘。こっちはどこ吹く風といった馬のような耳のカツオには何の効果もなかったのだ。祭りが始まればまだ雰囲気も変わろうが、いくらなんでも長い。カツオは家に帰して、祭りはなかったことにするのが無難か。でもせっかくの夏祭りって1年に1回じゃないの？花火が見たい。もしよかったら俺も一緒していいかな。体調悪そうだし、今日の予定はやめて帰るのは。はい、ちょっとセーブしてきました。夏祭りに行きたいので一緒していいでしょうか。こっち。もしよかったら俺も一緒していいかな。家に帰って飯を食ってから戻るのもいいが、どうもカツオが心配だ。あ、優しいね。やっぱり親友ですからね。あれ、ありがたいけどやっぱりいいよ。あら、さゆりは一緒にいてほしいような感じだと思ったのだが、違うのだろうか。私もよくわからないけど、カツオはこんな調子だし、なんだか悪いわ。さゆりちゃん、おいおい、カツオのことが心配なのは俺も同じだぞ。確かにさゆりはカツオの彼女という立場だが、俺も親友を自称してもいいと思うのだが。そうね。でもちょっと2人で話してみたいこともあるの。なんだ、別れ話か。どうしたどうした。なんか一緒にいてつまんないのよねみたいな。そうなのか。これまずいんじゃない、2人としたら。2人で話したいことがあるよというのであれば、俺は邪魔しない方がいい気もする。無理にでも一緒にいた方がいいんじゃない。ごめんね、ありがとう。実際少しほっとしている自分に気づく。カツオの親友だと思った矢先に、こんな様子のカツオと接することに恐れている。いつも明るいカツオがなぜこんな状態になったのだろうか。ばあさんが亡くなったとか、そういう話ではないことくらいはわかるのだが、予想がつかない。何にせよ、さゆりがうまく戻してくれることを祈ろう。そっか、わかったよ。ま、そのうちカツオも気分が良くなってくるさ。じゃあまた後で一緒に祭り行こうね。大丈夫かこれ。もちろん。それじゃあまた。でもアデュー。でももう一個の選択肢も明らかに一緒に行かないって感じだったんで、一緒には入れないのかな。カツオたちと別れて家路に着く。途中カツオのことを考えてみるものの、謎しかない。玄関の戸に手をかけ、まあなるようになるかと問題を先送りにする。ただいま。親は帰ってきてるのかな。おかえりなさい。これ自分だね。一人で家にいると、こういう挨拶は全てセリフサービスである。ペットとかいないのかな。さて、飯の準備でもするかな。食事時までは軽く2時間はある。大きいアジを冷凍庫から取り出して袋に入れ、流水解凍する。同時に米を研いで炊飯器にセットする。料理というのは段取りと手際が大切なのだ。俺はぶっちゃけ料理は得意ではないのだが、
教わったことのある料理くらいならできる。そう、米を炊くくらいのことは可能だ。重要なのはここからで、ケトルでお湯を沸かす。これは早期に行わなければならない。なぜなら、炊飯器が頑張っている時にケトルが頑張るとブレーカーがやる気をなくすのだ。え、それでブレーカー落ちちゃうの？じゃあテレビ見ながらヘアドライヤーとかできないってこと？はい、ご飯を食べました。さて、少しだるい体を休めているといい時間になってしまった。そろそろ祭りに行くか。カツオも少しは元気になっているといいんだが、服は適当でいっか。朝、少し汗をかいた服を着替え、短パンに運動靴を履いて玄関を出る。なんかさゆりちゃん浴衣とか着てくれてたら嬉しいけど、でも一緒だったからな、ずっとカツオと。千円札を2枚と、あとは小銭だな。軍資金を用意してそのままポケットに入れておく。お、財布じゃないの？祭りは人が多いので水筒に気をつけなければならない。こんな田舎町でも祭りとなるとそれなりに人も集まる。すると悪いやつも集まってくるのだ。財布すら持ち歩かないことと、最低限必要なだけの金銭を持つことで被害を予防するのだ。そうだ、恋ちゃんもお財布なくしちゃったよね。担ぎにあった時、跳ねると間違いなく音が鳴るのが難点だな。あれもじゃあ落としたんじゃなくてすられたっていうこと？黄色い財布ね、祭りで見つけたりして。あ、来ました、夏祭り。祭り会場に着くとカツオとさゆりの姿が見えた。あー、まだ元気ないね。今日体調はどう？明らかに様子がおかしいカツオを前にして、何と声をかけていいかわからなかった。あえて普通に聞いてみる。ちょっとくげけけ笑ってる。よくないみたい。めちゃくちゃ悪化してない？様子がおかしい。カツオは目を合わせようともせず、姿勢は保てず、普通ではない。話しかけても反応せず、何の意味もない言葉をつぶやいている。いや、言葉というか規制というべきか。おい、カツオ、どうしたんだよ一体。あ、戻った。のりむらくん、どうしよう、カツオが変になっちゃったよ。おい、カツオ、どうしたんだよ、しっかりしろよ。くひ。ダメだ、反応がない。いやいや、病院に行くべきじゃないこれ。本当にどうしてしまったんだろうか。あれからずっとこんな調子なの？どんどん悪くなる。どうする、解散して家に送ってこようか。こんな状態では祭りどころではないのではないだろうか。やばいやばい、どこ行った、どこ行った。突然カツオが歩き出した。カツオ待ってよ。やばいやばいやばい、どうした。急いでさゆりと追いかける。幸い速度はゆっくりで、すぐに追いつくことができた。あ、よかった。もうどうしたのよ。カツオは金魚すくい屋の前でしゃがみ込んだ。もしかして金魚すくいをやりたいのだろうか。え、そういうこと。一心不乱に金魚を見ている。まるで穴が開くかのように凝視している。屋台のおっちゃんもいぶかしげに見ている。怖っ。おい、なあ兄ちゃん、やるのかい。屋台のおっちゃんに声をかけられ、さゆりにメスくばせをする。あ、すいません、やります。300円を取り出し、さゆりがおっちゃんに手渡す。代わりに3つの容器と道具を受け取り、俺とカツオに渡す。え、おごってもらっちゃったの？おい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 、カツオわかるけどダメだよ、自分払わないと。え、あの、これ、カツオはともかく俺の分まで。そう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 、別に自分のくらい自分で出すんだが。ごめんね、とりあえずやりましょう。カツオが落ち着いてくれればいいけど。まあでも朝から無表情で、やっと何かに興味を持ってくれたから。どうした、音楽聞いてない？驚愕、唖然。え、何これ、バリ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 。カツオはポイを壊したとか。カツオは金魚を食べていた。え、金魚でか。え、そのまま食べてるってこと？金魚を手でつかみ、容器を水ですくって、金魚の入ってる水を飲み出したの？バリバリズズズズ。え、一瞬の静寂の後、俺は屋台のおっちゃんが呆然としている間に立ち上がった。そのままカツオとさゆりの腕をつかみ走り出した。これは重症というか、もうおかしくなっちゃってますね。おかしくなってるところじゃないけど、祭り会場から奥、林と森の境目のような場所で止まる。
急に走ったから少し息が切れたが、なんとか呼吸を整えることができた。おいカツオ、お前おかしいぞ、何やってんだよ。うわぐげげげぐ、ダメだ、話ができる状態じゃない。なあさより、どうなってんだよ。はあ、わかんないよ。さよりちゃんだってびっくりだよね。今なんでもいいよ、カツオの様子が変になったきっかけとか、いつからそういうのとかわかんない。そんなこと昨日は普通だった。ちょっと夕方には疲れが出たって言ってたけど、今朝会った時には元気がなくて、完全におとなしくて、ほとんどの話もしなかった。昼過ぎくらいから変な声を出すようになって、それでおとついも普通に釣りに行って大量だって笑ってた。魚に噛まれて怪我しても次は逆に食ってやるなんて軽口も叩いてて。え、魚に噛まれたよね主人公も。それだよ、ずっとずっと笑って話してたのに。なんで。それです。いやいや、なんか感染とかそういうこと。もういい、分かったよ。気づいたのかな。そういった瞬間カツオが動いた。ぐげ、突然カツオが走り出した。ああ、おい待てよカツオ。すごい速さで林の奥へと走っていく。やばいな、待ってよカツオ。サヨリがその後を追いかける。え、暗いのに危ないぞ。そのまま俺も走る。もうサヨリちゃんは彼のことしか見えてないんだね。辺りは暗い。祭り会場からも離れ、喧騒も聞こえない。自分の吐息と草や枝を踏む音しか聞こえない。はっはっ、急激に体がだるくなる。おかしい、さっき走ったとはいえまだ息が切れるほど走ってはいない。妙に疲れる。はっはっ、足が鉛のように重い。息が上がる。足が止まる。カツオもサヨリも随分と先へ行ってしまったようだ。置いていかれた。どこまで行ったのかわからない。まずいですね、真っ暗な森の中で今一人ってこと。はあ、ふう。10分くらいは経っただろうか。少し呼吸が楽になってきた。あたりは静寂に包まれていた。草が擦れる音が響く。カツオはどうしたのだろうか。サヨリは追いついただろうか。林というより森の中だ。月明かりが少し入る程度の暗がりを慎重に歩く。確かこっちの方へ行ったと思うんだが、一歩ずつ前へと進んでいく。草をかき分けて進むと蚊がまとわりついてくる。顔の周り、腕、足。耳障りな音を間近で聞き、思わず首を振る。汗が飛び散る。そこに赤い何かが落ちていた。近寄るとその赤い色が確認できる。見覚えのあるものだ。え、さよりのヘアバンドだった。え、いやいや。さより？茶色じゃなかったっけ？近くにいるのか、耳を澄ませる。どういうこと？ん？あ、何か聞こえる。音のする方へ近づく。何この音、思いつくのは咀嚼音。そうだよね、そう思った。少し先に少しだけ開けた場所がある。うわっと嫌な匂いが漂う。生温かい空気に生ゴミのような匂い。何かが動いた。ジュル。カツオが、どうやらカツオがいるようだ。ドクドクッと鼓動が早まる。耳に響く鼓動と咀嚼音。うずくまって、何かをしてる。ぐちゃ。何かに馬乗りになり、頭を地面につけるように。それに気づいた刹那、キビスを返し俺は走り出した。何見たの。いや、何見たって、これは、いや、ちょっと、おえて。顎が痛む。歯を食いしばっていることに気づき、走りながら手で口をこじ開ける。呼吸を忘れていた。大きく酸素を吸い込む。足がもつれ、枝を踏みしめ、つまずきかけながら山中を走る。とにかく走った。カツオは食っていた。食っていたのだ。さよりちゃんだよね。オート感を抱きながら、ただその場から離れるために走る。次の一歩を踏み出した際、クズか何かに足を引っ掛けた。ごわ、いや、まずくない？派手に転んだ。追っかけてくるんじゃないこれ。手をついて頭を打つことは免れたが、腹ばいになってしまう。あー、胃から物が逆流する。入ってますね。何を見たの。いや、もう頭がもうなくなっちゃってたみたいな。そのまま吐いた後、めまいがした。貧血か。景色が周囲から黒く染まっていく。意識が薄れる。いやいやいや、まずくない？まずくない？あ、戻ってきましたね。家ですね。朝か。あ、
生還できたんだ、頭が痛い。寝起きに体が重く、俺の脳は体調が悪いと全力で訴えている。あれ、なんかこれ私読んだ気がするね。最初頭が、そうそうそう、何をする日だったのかよくわからない。ん、あれ、私バッドエンドを迎えたのかな。ちょっと待ってよ。ほら、釣りをした、一昨日だったのに釣りをしたの。え、祭り行ったじゃん。え、ちょっと待って、これ私終わったのかな。一死んじゃった、それともループものかな。え、さゆりちゃんは食べられてたのが夢だったみたいなこと。あ、夢落ちみたいな。ちょっと進めてみますね。ループなのかな。もしバッドエンドを迎えてたんだとしたら、あそこですよね。あのさゆりちゃんをカツオと二人っきりにしてしまったっていうのがいけなかったと思うんです。そもそもここの朝の2つの、違った、3つの選択肢から私間違えてたってことかな。ね、私は2人に会いに行ったんですけど、郊外に行くとか街をぶらつくの方が正解だったってことかな。では次回の動画で試してみたいと思います。さゆりちゃんね、めちゃくちゃいいお嬢さんだから、何としてでも助けたいです。それではご視聴くださりありがとうございました。